ジョディ、またはジョディ .org は、ジョーン・ヘイムス・カークとダーク・パエスメンス。1965年、生まれ、ベルギーによる、二人組のアーティスト集団。現在は、オランダのドレドレヒトに在住して活動中。1995年に公開した http:/wwww.joddy.org スラッシュというウェブサイトが、 最初の作品であるインターネットアートという手法を用いている。彼らの作品はノーコンテンツ、ノーストーリーを主題としており、作品の中には一昔前のマシンをクラッシュさせてしまうブラウザクラッシャーのような過激なサイトも存在する。またソフトウェアアートにも手を伸ばしており、様々な展示会などで配布などをしている。最近は iOS アプリジックスを開発し、 ビメオに存在するジョディの公式アカウントでアプリの様子を動画で配信している。また、フォークセミーではコンピュータのディスプレイなどを物理的に破壊するアートも手掛けている。ジョディ自身は活動の目的を人間に対して親和性のある整然とした GUI や CUI に隠蔽されたコンピュータの内面を暴くことにあると主張している。2005年1月の NTT インターコミュニケーションセンターにおけるアートミーツメディア、近くの冒険展示会においては、ネットアートのパイオニアとして、ジョディーンの作品も展示された。また、日本のネットアーティストであるエキソニモとも親交が深く、エキソニモのウェブディッチニング連載記事中に登場している。2009年9月には、クビシネット主催で行われたカンファレンスアップムット5にも登壇した。 日本の匿名掲示板やブログなどで謎のサイトとしてしばしば紹介される。以下のリンクの先のサイトは常実の通り、古いマシンをクラッシュさせる可能性のあるサイトも含まれているため、閲覧に関しては十分な注意が必要である。ありがとうございます。